はい、5番ホール86ヤード。そして今スコアはどうなの？イーブンでしょ？イーブンでーす。イエーイ。やっぱり俺の巻き返し半端じゃないよね、やっぱり。86の58ね。え、大丈夫？目の前に池あるけど。大丈夫、あ、よかった、安心したわ。おー、何？確かに、今左行かなかったな、あんまり。あ、まあまあいいんじゃない？はい、ナイソンでーす。いいよ。その 58？ 58。よし。そろそろ見せるか。まあ見せるも何もね、見せれる技量があればいいんだけど。いや、最近ピンには飛んでんだよな。届いてないけど、届いてないんだけど、お、これへまったんじゃね。うわー、でちっちゃいちっちゃいちっちゃい。 あー、前かかったもん。あー、まあラフか。俺グリーン乗ってっから。やっぱダメだな、ドローになんないな、やっぱり。普通はこないと落ち方が。いや、お前下手だから。いや、でもあんなさ、ど左行くやつ違えんだよ、俺は。いやいや、乗ってっから。お前グリーン外れてっから。まあ確かに。これまた差をつくんじゃね。いや、俺が入れることによって面白くないんだ、あれ。ない。え、ない。え、もう行こう行こう。まあまあ、だってアプローチで出したもん。いやいや、俺もともと上手い人間だから、アプローチ。いやいや、いくつになったの？いや、いやいや、今日上手いでしょ、俺結構アプローチ割と。やばい、ひどいこと言ってくるな。いや、でもさ、ちょっとさ、これあの、あれしようぜ。あと4ホールでまあ決まるじゃない、勝負。まあ勝った方が欲しいフィギュアをあげるってのはどう？相手側の欲しいフィギュアをあげるみたいな。あ、まあ買ってもいいよ、鈴木。まあまあ、それはちょっとまあ要相談ってことで。フィギュアもフィギュアのもう取り合いってことで。どう？ちょっとお前、俺ののぞみちゃん取るんだろうし、多分。いや、全然違う。は？違うの？違う。のぞみちゃんじゃないの？セーバーオルタ。持ってねえし。あ、買えってこと？そうっすね、セーバーオルタ。俺この間アマゾンで見せたやつ、はあ、1万ぐらいのやつね。ふざけんな。何？ライトアップされるやつ。そう終わった終わった終わった、それは。まあ勝ったらね、まあ、考えてあげなくもない。え？でも結構外れる寸前だった今。確かに。え、どうする？それマックスル避ける？いいよ。まあそれ入れとかないとやばいよ。いや、お前がどっちボギー打つってのはもう分かってるから。決めつけられてんなマジで。よっしゃー。え、なに？ボギー。いや、そんなイメージ意味ねえわ。いや、入れるタイプのやつ距離感絶対入らない。あー、弱かった。マジで。まあまあ、所詮まあこれも外す可能性なくはないかな。いや、ハンデでめっちゃ入れたけど、あの、そう、アンチですよ。やばい。佐々木アンチが多いんで。はい、オッケー。まあまあ、ナイスパーだ。一夜差で言ったけど、大丈夫？大丈夫、まだ。はい、6番ホール。じゃん。79ヤード。何番、何番で行くの？ 58。58で行くの？大丈夫？うん。まあ。まあさ、そうだ、ピッチングだもんね、あとね。まあさ、気楽に行こうぜ、な。いや、気楽だよ。俺も勝つイメージ湧いてる。こっからまだ勝つイメージ湧いてんの、うん、やばいな、結構。あ、やば、うまっ。
いや、結構近いんじゃない？左手前で。ナイスオン。やっとこれできてまっすぐ飛んだんだな。まあ、俺がもっと打ち上げる。もう58。でもさっきからもう、掴んだから。俺の癖。いや、癖か。グリーン外す癖ね。嘘。もう多分敵なしかもしれない。もしかしたら。それはない。弱くね？なんだ草が今。あの激弱ですね、これ。クソダフした、クソダフした。やべえ。あ、このフェアウェイ。どれ乗ってる。やべ、調子乗った、今。あ、これでまたイーブンになるな。実装前今日ノーバーディーだもんね。お前、ほんとそれ今言っちゃいけないんだけど。ノーバーディー。よし。この距離か。まあ、ライン浮いてるから、まあ、ふわっと行くよ、ふわっと。いや、終わった。あー、でかいな。スピン効いたし、やめておけ。全然。あ？ちょっとスピン効いたって言えよ、お前。でかいって言った。じゃあ、もうダブルボギー？そういうの大事なんだっけ？ダブルボギー。いや、ちょっと待って。これパーパットなんですけど。やば、これでお前ボギーで、俺バーディーだったら、また俺の勝ちやん。いや、何言ってんだよ、お前。なんでお前、アリが入ると思ったの？入ることしかイメージないもんね。よし。だってもうこれ俺が入る可能性大じゃん。いや、一切ない。はい、オワコンでーす。俺の勝ちだな、これバーディー決めて。言うてボギーだから、まだ。アウツ。やべえ、ちょっと引っ掛けたな、今。くっそ、マジで悔しい。これ入れたら俺の勝ちやね。いやいやいや、サンフォールありやから、まだ。おこれワンチャン外すんじゃないの、もしかして。これあるんじゃない？ちょっと。全然いい分だ。すぐ入れに行こうとしちまった。おーい。え、結構危なくなかった今。もうど真ん中。あ、ど真ん中だった。あ、オッケーオッケー。ナイス。パー。まあ、言うてもまあ、一打差でもまだね。いや、いい分だ。え？あ、そうだ。まあ、ボギーだから。そうだ。ボギー。やっとイーブンだ、イーブン。まだまだあるわ、ラッキー。はい、ってこと、7番ホール。66ヤード。まあ、トマ君の必死の追い上げにより、とりあえず追いつきましたけど。全然。まあまあまあ、俺がいい勝負にするための、やっぱハンディみたいなのあげたから、今。ね、まあ、この66ヤードはね、寄せたいね。何番、ピッチング ?58、OK。66だよ。すごい自信だよね、君って。ああ。お？右じゃね？え？あ、で右手前乗ってんじゃん、いい感じに。いや、ナイスナイス。いい勝負になってきたね、なんか。いい勝負よ、これが勝ちが出た。うん。まあ、これ外しようがないな、このあんなでっけえグリーンで。お前の結構右行ったように見えたんだけどな。全然。まあ実質乗ってっから、手前に。まあ、確かに。それは。まあ、さっきダフってっかんな。え、これ弱いんじゃね？いや、これいくんじゃない？いや、弱っ。いいの置きたいよ、マジか。いや、結構いい感じだな。ラウンド終わった後、この姿にさせてやりてえわ。いやー、マジか。
マジか、悔しすぎる。感覚がなくなりつつあるじゃん。下手俺。下手。でも、やばい、これまた俺勝っちゃうのか、このホール。超逃げに出てるわ、こいつ。パター持ってやがる。逃げたわ、こいつ。逃げた、逃げた。いや、逃げてないし。あと2ホールしかないね、こいつ。8番抜かねえしな、マジで。あとほんと60ヤードぐらいしかないね、2本。あ、2つコース。2ホールか。え？じゃん。なんすよ、何番？それは8番。え、ちょ、こっち見して。見えない、ちょ、持ってきて。あ、これよ。ほんと8番だ。いやいや、技見せてやるから。あ、火吹くのか。向こう側のネットに突き破らないか。よっしゃ。今ドラゴンの意地を見せてあげる。終わった、こいつ。超でけえんだろうな。あ、終わった、こいつもう終わりました。あ、マンデカ。いや、ドラゴンで飛ばす競技だからね。ドラゴン見せたら飛ばすしかもうないでしょ。そのままもうやっちゃって、ボギーパット？ボギーパットこれ。12時6分、リスタートしたお客様へご連絡です。スタートから1時間20分を経過しますと、超過料金が発生いたします。早くしないと超過料金かかっちゃう。ちょっと早くしないと超過料金かかっちゃう。大丈夫だから。これ入れたいね。入れたいんじゃなくて入れんの？こっちパター調子悪いかな今日。え？あ、もう先パパッと。おかしいな。いや、ボギーパット。あ、ボギーパットか。うそ、めちゃくちゃ遅いんだけど。あ、影になっちゃった。うわ、危ね。いや、まあそれでパスする可能性がまだお前に残されてるから。はい、バーディーパット。あ、これはもう入る。まあこの距離、まあ外せない。いや、外すな。いや、外さない。しっかり打てないと届かないからね。いや、ちょっと斜めたりショートしない。ナイスボディー。え、ちょっと待って待って待って。俺ボギー、え、2打差ってことじゃん今。うん。やばい。え、それお前が勝つ、もうあれ消えた。8-9、次。8-9ってことあと2ホール、うん、やば。なんかお前なんかさ、ここでなんかお前とも勝負してさ、勝って試しがないんだよな、なんか。前から。いや、なんか途中まで勝つんだけどな、意外と。最後の何ホールかでやってくんだよな、お前。ウェッジが下手。いや、ウェッジはだってピン飛んでたもん。やってない。でも確かに俺毎回がウェッジ下手だよね、すごい。マジで乗んなかったもん。左に戻した方がいいじゃん。いや、俺左の方が上手いの。左の方が上手い。本当に？うん、戻そうか俺。左の方がいい。マジで100ヤード以内左の方がいい、やっぱり。確かに言ってた時やってたもん。60で右でグリーン乗ってないの。まあ確かに、それはちょっと目つぶって感じ。それはちょっと否めないけど。マジかよ。はい、8番ホール72ヤード、はあ、何度？58ね。はい、あ、もうささっと打ってよ。分かった分かった、もうささっと打って、もうささっと打って。いや、バーディーバーディーで上がればチャンスある。いや、ないとか言うなよ。あ、やって、お前うますぎる、これは。あー、まあ左上ぐらいのため、ナイス。うわ、うぞ、ナイス。感覚つかんだってこういうこと。あー、これ本当お前乗んないとやばいよ。あの、お前ちょっと本当に今余裕ぶっこいてるけど、まだまだわかんないから。余裕だって、俺も乗ってるもん。これが一発でいるかもしれない。まあいい夢物語だな。
景色きれい。あ、これいい感じ。あ、うまいうまいうまい。うまいうまい。まあ、今そのガッツポーズちょっと遅いけどね。もう、出してかんないけどね。やば、こいつ足痛めてるのにめっちゃ足ってんだけど。俺結構近いよ。ああ、まあ大しておると変わんねえな。まあまあ、ここにバッグ置いとけよ、とりあえず。あ、画面俺変わるよ。どうせ、俺せ、後だから。はい、来ました。はい、これトールくんです。これトモくんです。あ、いい勝負になってきたね。これ俺また入れるし。いや、さすがにでしょ。いや、これちょっと入れられたらマジでもう俺の負け濃厚になっちゃうからな、本当に。でお前も本当パターン下手くて勝負がつくだけショットのこと。やられてる、トモだけ。ああ、いや、あれ外すかもしれないからね。ない、どうするね。しっかり行こう、しっかり行こう。外せない、これでも行ける。ああ、ナイスパー、よし。はい、まだトールくんのまだ続きが見れますね、これで。それ入んの？入るだろう。入らなきゃやばい、マジやばい。パタープロ目指してる人間がこれ入んないとマジでやばい。これはさすがに入るだろう。まあ、入れてくんないと困る。いや、もうじゃあ入るだろうなって入れなきゃやばい。まあ、もうそれ入れたらお前の負けはもう確実。外したらお前の負けはもう決まりか。そんなことない。あるある。まあまあ、ナットが入ったね。奇跡奇跡奇跡。はい、行きました、最終ホール53ヤード。ここいつもあそこなんだよな、ピン近いとこね。まあでも言うて1打差だからまだわかんないよ。え、それ1だ。あ、よかったよかった、安心した。はい、最後ちょっと1だ。でここね、意外とグリーンがちっちゃいからね、わかんないもんね、マジで。あと、お前は乗らないから、お前の席にダフラー乗るのかも。あの、わかるわかる。俺ね、あそこのグリーンで乗ったら多分10回中2回ぐらい。マジで。マジで乗んないね、ここ。あー、めちゃくちゃうまいやん。俺の勝ち。8番のフィギュア。やばい。8番のフィギュアはないから。また分かる。俺は一発で入れるかもしれないやん。アマゾンでカートに入れてから、そのままもうすぐ買う。終わった。負けだ。そう、こいつのつ。あー、さすがにこれぐらい乗せてくんないとね。最後ぐらいちょっとさ、手加減してくれてもよくないでしょ。いや、手加減しちゃうんだけどさ。あ、手加減してくれたんすか。そうそう。あ、ほぼもう、両目見えてなかったもん、逆光で。あ、なるほど。もう目つぶしたもう。うん。おいしい。どうよ。来たんじゃないこれ。来い、来い、来い。あー、まあ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 。でも、10回中3回目乗ったの。よっしゃ。少ね、3回か。50ヤード3回しか乗らないっていう。なんで俺、なんか、お前になんか俺ライン見せなくちゃいけないみたいになってるけど、これ。俺が先行ってやるよ。ありがとう。あ、優しい。ちょっとハンデくれんの？ハンデこれ入れたらお前負けて。俺はこれ入れたら。と思うけどな、さすがに。俺も分かってる。おぉ、え？俺今マジで入ったと思ったんだよ、今。俺も入ったと思った。え、切れないのそこは今。え、なんかわかんない。お、ってことはまあ俺が同点できるチャンスか。あ、ワンチャン勝つ。勝つことはない。もうしっかりさ、入れて。じゃあもう。
や今のはマジで入ったなと思っちゃったけど、ああ、まあ俺が入れればって感じじゃん。え、てかマジで今切れなかった。いやそれはわかんない、結構思いっきりどん曲がりしたけど、まあと左カップ8個みたいな左カップ8個ってもうなんかレディースティーぐらいだけど、もうやばいやばい、ここに向いてたからそれは爆笑あもうサクッと打っちゃって、いや首の皮1枚繋がったわ。いやでも立ってる感じすげえ切れそうだけど ねお前バッサリ抜けたったけど、そこいや全然結構切れた、パーフェクトじゃん、ライン読みすぎた、主人ならパーフェクトビジョン、何パーフェクト、何ビジョン、あ、パーフェクトビジョンね、はいはいはい、あの俺のあのブレイドスキル、あーそうね、そう、ラクダ騎士見てる人ならわかります一気に使う技っす、それ一等手段あ、これふざけてるか、もう無理だ終わった、この1分間で、あ、いや、一等出せてるんですよ、こうちょっと、あ、じゃあもうそれ延長料金発生しちゃう、よし、ここに全てを集中させるんだ、俺、よし、こいつアニメの中毒だな、もう弱何今の、え、一投したら弱、一投も打ててねえじゃん、はい、吐く、はい、負けました。このまま画面切り替わったアマゾンの注文画面いくかもしれないわで買ってくかもしれない、はい、ということでショートホール中ホール終わりましたけど、じゃあスコアの発表いきますか、お前が、俺がえパープルだっけ、パープルぐらいだよね、パープル、そうだよね、で俺がワンアンダー、ええ違うよあ違うっけ、あれ俺だった、俺なんかいなんか一なんかあだった俺1個へこんでた気がするんだけどな、あれ一つボギー打ってる、スリーパットしてる、あれドールツーバーディ、俺も多分スリーパー叫んだはい、プラス1でした、はい、で、お前のトモ君の勝利です、おめでとうございます、イエーイ、いやでも正直お前多分ね、やってなかった、やってる時より前よ今、いや全然下手くそ、あ、ホールとここ入れたんだぐらい何全ホールバーディーペーさん、あ、そう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 、今回全然取れなかったな、まあパープレーだもんね正直な、まあ、次の動画だ、いや、ちょっとこれリベンジマッチしていいかな、とりあえず、え、いいのリベンジマッチ、まあそれ俺決めるかやるやらないわ、まあ、俺はダブルスも出るからさ、あ、ダブルスね、だからその前にちょっとやって仕上がった状態でちょっと勝負しようぜ、もいいよ、もう、まあ、仕上がってないけど、いや余裕に勝ったから、俺が真剣にやったらもう勝ちみたいなもんだって、最終春一等しらと言ってるやつも負ける気しないけど、いや一等しら切れちゃった、あの攻撃当たる前に1分間過ぎちゃったかもしれない、ちょっと届いてないのここが延長料金発生しちゃってるし、マジで終わったマジかよ、うん、はい、ということでじゃあちょっとじゃあフィギュアはまた後日ということで、はい、10万のフィギュア買ってもらいます、はいお疲れ様でした、ありがとうございました、です。